東新宿駅。東新宿駅は、東京都新宿区新宿7丁目にある、東京都交通局、都営地下鉄、東京地下鉄、東京メトロの駅である。駅開設後、マンションの造成が進み利用者数が増加し、2012年には、商業ビジネス複合型のオフィスビル、新宿イーストサイドスクエアが建設され、駅に直結したほか、駅東部には、 区民の生活交流施設が集まるなど、再開発も進んでいる。都営地下鉄の大江戸線と東京メトロの副都心線が乗り入れ、接続駅となっている。駅番号は大江戸線が e 0に、副都心線が F12 である。2000年12月に大江戸線の駅として開設。駅の機構は、ほとんどが新宿7丁目に含まれるが、一部は、 新宿6丁目、駅東南、大久保1丁目、駅北西、歌舞伎町2丁目、駅南西にもまたがる。もともと駅周辺は地盤の良い地域でもあり、駅開設後、新宿7丁目を中心にマンションの造成が進み、完成な住宅地が形成されるにつれて、駅の利用者数が増加し、2008年6月の福都新線開通後も高い利用者増加率を見せ続けている。 そして、三菱地所による新宿イーストサイド再開発計画により、2012年4月には1万人以上が就業可能な商業ビジネス複合型のオフィスビル、新宿イーストサイドスクエア、地上20階、下2階が駅直結で建設され、2012年8月から入居開始、9月グランドオープン、外交空間も40%が緑化され、 周辺地域と一体化した、海遊性の高いランドスケープを形成している。イーストサイド南側には、地上32階、地下1階、高さ111.7メートル、倉庫数761個のタワーマンションなど、複数のマンションも建設されている。また、住宅街の広がる駅東側の新宿7丁目では、2011年に、新宿ここから広場が整備され、 新宿区民の生活交流施設が集積し、2014年には新宿区と新宿区医師会が連携した保健医療施設である新宿保健センター、新宿区医師会区民健康センター、災害医療救護支援センターが開設されるなど、区民向けのインフラも整備されている。都営大江戸線の駅は開業前の仮名称が西大久保であった。また、福都新線の仮名称は、 新宿七丁目であった。駅は、武蔵野第一の東端、豊島台に位置し、上位から、関東ローム層、団急歴層、東京層、上層層群に覆われており、年制度は固く、差出度も極めてしまった状態である。駅周辺の表層地盤増幅率も低い。島式ホーム一面二線を有する地下三層、一部二層の地下駅。 新宿7丁目交差点を中心に、職安通り、抜け弁天通りの直下に位置する。法務庁137メートル、幅8メートル、深さは18.3メートルで、大江戸線平均よりも浅く、改作工法で築造された。大江戸線は、公募プロポーザル方式により、各駅で異なる、建築家が設計しており、東新宿駅は、 真鍋建築設計事務所が手掛けている。駅のデザインのキーワードは光と車高で地下空間に地上の自然光を演出している。ゆとりの空間には渡辺豊重作の明日をあなたにが置かれている。明治通りの直下、新宿7丁目交差点と大久保2丁目交差点の間に位置する。上下二葬式。 各層に島式ホーム1面2線を有する2面4線の構造である。ホームの位置は上層地下5階が渋谷方面、下層地下6階が池袋方面となる。上下2層に分けられた理由は同一階層で2面4線の構造にすると明治通りの道幅に収まらなくなるためである。新たに建設された福都新線の池袋渋谷間では最も深い駅に該当する。 B 線ホーム、池袋方面は三十五点四メートル、A 線ホーム、渋谷方面は二十九点二メートルとなり、東京メトロ全駅では四番目に深い駅、B 線ホームに該当する。駅の北側、大久保通りとの交差部分は、電力などのライフラインが多く埋設されていることから、非開削パイプルーフ工法で建設されており、そのため地上への出入り口が、駅の中央と南側、 新七丁目側に位置しており、駅北端の大久保通り沿いにはエレベーターのみが設置されている。大江戸線との連絡通路も駅南端に位置する。駅のデザインコンセプトは筒子とアクティブであり、ステーションカラーには筒子の薄紅が採用され、ホームの壁面やベンチのデザインにも筒子の花が使われている。かつて駅にほど近い地区が筒子の里、 鉄砲組百人隊の武士たちが内職で筒子を栽培していたとして知られており、現在は商業地域であると同時に住宅地でもあり、多種多様な地域性が融合し、活気に満ちているアクティブ地域性から設定されたものである。地下4階では中山大介の作品、新宿筒子を見ることができる。当駅では優等列車の追い抜きが行われており、当初は ホームドアが対比線側にのみ設置され、通過線側には壁が設置されていた。よって、優等列車の対比の有無に関係なく、当駅に停車する列車はすべて対比線側に入線していた。ただし、通過線側の壁は一部が開閉可能な構造になっており、異常時には通過線側からも乗客がホームに脱出できる構造とされていた。この通過線側の壁は、 平成27年度事業計画で、交互発着機能の負荷により、支援対策を図るとされ、2015年5月末までに撤去され、現在のホームドアが設置された。2015年5月30日より、通過線側のホームも共用開始されたことで、各方面とも一面だったホームが、各2面に拡大し、スムーズな運行による安定輸送の向上が図られることになった。 開業以来、利用者数は増加を続けており、福都新線開通後も、都営地下鉄、東京メトロともに利用者数の大幅な増加が続いている。開業以降の1日平均乗降人員は、下表の通りである。開業以降の1日平均乗車人員は、下表の通りである。駅近辺は、比較的完成であり、周辺は、中高層マンションが多く立地するが、 明治通り沿いを中心に、老舗ライブハウスが軒を連ねたり、少し歩けば、昔ながらの商店街も広がる。2007年に策定された新宿区マスタープランでは、東新宿駅が、生活交流の心と位置づけられ、生活者にとって、利便性の高い魅力ある地域の新たな拠点となる、洋駅周辺の整備が進められてる。また、駅の上を走る、明治通りでは、 街路樹の配置や沿道の建築物の緑化が進められている。2007年、当駅の南東部約3.7万メートルの日本、テレビゴルフガデン跡地を UR 都市機構の競争入札によって、三菱地所が落札し、同社が開発する敷地一帯を新宿イーストサイドと命名し、日本土地建物、大和ハウス工業、平和不動産と共に再開発がスタートした。 そして、2012年4月、敷地北側のビジネスエリアに、広場や遊歩道と共に、飲食店街を中心とした、サンクンガーデンを通して、当駅と直結する形で、地上20階、当屋2階、地下2階、高さ96メートル、延べ床面積約17万平方メートルの、新宿イーストサイドスクエアが建設された、2012年8月から入居開始、 9月グランドオープン。同ビルは1万人以上が就業可能で、地下1階と1階の一部が商業施設1階から20階までがオフィスエリアとなっており、スクウェアエニックスホールディングス、ソフトバンクテクノロジーなどが本社移転している。他に地上6階の賃貸住宅棟も建設されている。敷地南側のレジデンスエリアには地上32階、地下1階、 高さ111.7メートル、倉庫数761個のタワーマンション、パークハビオ新宿イーストサイドタワー、地上4階の西棟、地上1階の南棟の合計3棟が建設され、いずれも2012年春に竣工した。タワー棟1階には、スーパーの丸越が同時期にオープンしている。さらに、新宿イーストサイドでは、サンクンガーデンに合わせて、 曲線階段やプロムナード、遊歩道、ベンチ、アート作品が設置され、新宿7丁目につながる新宿文化センター方面や、地区東側から新宿駅方面をつなぐ歩行者ネットワークが補強されるなど、周辺の住宅地や商業地と一体化した、回遊性の高いランドスケープが形成されている。大江戸線開業時に設置された AK 出入口と、 A3 を除く、福都新線開業時に設置された、B 系出入り口がある。また、明治通り沿い並びに、A2 出入口周辺に、路上駐輪場が設けられている、定期278台、時間利用19台。大江戸線開業時に開設。歌舞伎町2丁目の北東端に位置し、食安通りに接している。日清食品ホールディングス。 東京本社などの商業地区に通じている。エスカレーター、上り設置。大江戸線開業時に開設。住宅街の広がる新宿7丁目の西南端に位置し、抜け弁天通りに接している。エスカレーター、上り、大江戸線改札海域エレベーター併設。新宿7丁目は、島田久左衛門が開設した久左衛門坂、江戸の情緒を醸し出す石段の橋合坂。 終わり班と山屋敷の椎の木が覆っていた椎木坂や寺社などもあり、新宿区都市マスタープランでは、情緒ある街並みを生かした景観づくりが歌われている。2014年6月には、新宿区と新宿区医師会が連携した保健医療施設、東新宿保健センター、新宿区医師会区民、県センターも開設されている。2012年4月27日に開設。 新宿7丁目と接する新宿6丁目の北端に位置しており、ショップレストランが軒を連ねるサンクンガーデンを介して新宿イーストサイドスクエアと直結している。エスカレーター、上り、エレベーター設置。福都新線開業時に新設。大久保1丁目の東端に位置し、明治通りに接している。富山からも近く、大久保通りと明治通りの交差点付近には、 エレベーター専用出入口も設置されている。駅北西部の徒歩圏内には新大久保のコリアタウンがある。福都新線開業時に新設。新宿7丁目の西端に位置し、明治通りに接している。エスカレーター、上り、福都新線改札会域エレベーター設置。新宿7丁目交差点周辺に、東京都交通局の東新宿駅前停留所が設置されており、 以下の路線が発着する。駅開業前日、2000年12月11日までは、大久保一丁目、1978年7月までは、西大久保一丁目の名称であった。交差点南側、明治通りの北行き車線に設置されている。新宿方面から来て北へ向かう路線が使用する。交差点南側、明治通りの南行き車線、一番乗り場の反対側に、 設置されている。北から来て、新宿方面へ向かう路線が使用する。交差点東側、抜け弁天通りの東行き車線に設置されている。抜け弁天通りを東へ向かう路線が使用する。交差点北側、明治通りの北行き車線に設置されている。一番乗り場に停車するバスは四番乗り場を使用せず、通過する。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。 クリックしてください。